9.675 ですね。9.675 ということになりました。はいはい、2本目が 9.675 です。はい、1本目も 9.675。そして小菅まりです。まりちゃんもこれはロンダート1回ひねり、これは10点満点での演技を取りましたね。はい、このひねり系列はですね、体を締めておかなくてはいけない。だからもう非常に体の締めの強い子、こういうね、あの小菅さんみたいにね、はい、こういう人はね、このひねり系列はいいですね。もう空間に乱れがないですからね。1本目が 9.775 です。そして2本目、塚原伸志ですね。これも決まりました。はい、これはですね、ちょっと難度が下がりまして 9.7 万点の演技ですね。はい、だからこれが10点満点の分を選ぶと、もっといいね、小菅さんはあの点数が出るんですけどね。1本目に比べて2本目の伸志塚原飛びはちょっと難度が落ちましたね。 0.3 難度が落ちますからね。はい、多分でもね、密かに練習してると思いますよ、小菅さんのことですからね。2本目が 9.400 平均で 9.58